ラファエウ・カマーチョは、ポルトガル・リスボン出身、ベルネンセスサット所属のサッカー選手。ポジションは、ウィングや、攻撃的 MF から、サイドバックまで、広くこなすことができる。アンゴラ系のポルトガル人である。スポルティング CP のユースで育ち、マンチェスターシティを経て2016年に、リバプールへ入団。2018年4月のマージーサイドダービーの際に、初のベンチ入りを果たすが、 出場はなかった。その後2018から19シーズンのプレシーズンマッチには数試合出場。公式戦が始まった後も数試合ベンチ入りするものの、出場はない状態が続いていたが、2019年1月7日に行われた FA カップ3回戦のオルバーハンプトン、ワンダラーズ戦で右サイドバックとして先発出場し、ファーストチームデビューを果たす。2週間後には、 プレミアリーグ第23節クリスタルパレス戦で右サイドバックを務めていたジェームズ・ミルナーが退場処分を受けたため後半45分に交代出場しリーグでもデビューを果たした2019年6月27日スポルティング・クルーベでポルトガルと5年契約を締結したことが発表されたポルトガル代表としてアンダー世代で活躍しているがアンゴラ系であるため アンモラ代表として将来プレーする可能性も残されている。ありがとうございます。